こんにちは、粟田洋介です。先日群馬県安中市にある手作り猫雑貨専門店の猫のひげさんにてライブペインティングをさせていただきました。猫の日企画ということで猫ひげ猫展が行われていて、その一部としてライブペインティングをやったんですが、その映像がこちらです。こんな感じのライブペインティングだったんですが、他にもお持ち込みいただいたものにこんな感じでペイントさせていただいたりもしました。それから絵を購入していただいた方には額の裏に絵の具でちょっとカラフルにサインをさせていただいたり、あとプレゼント用という方がいて、ちょうどハガキ台の紙があったのでカラーボールペンでちょっと絵とメッセージを入れさせていただいたりもしました。結婚祝いのプレゼントということで、まあ間違いなく幸せになることでしょう。そんな感じで皆様に喜んでいただけて、私もとっても嬉しいです。ありがとうございました。で、さっき描いてるところを見ていただいた大きい絵の他にこのぐらいの小さいのも描きました。なんか描いてる合間に絵の具が乾く間にって感じで描いたんですけど、なんか結構描いてる時に見てる方に好きな色とか好きなものとか、安中市は何で有名とかって話を聞きながら描いたりしてたんですけど、その時に絵を描いてる人たちがいて、で絵を描いてる人の絵をちょっと描き始めたんですけど、まあ中途半端に終わったので、そのうちこれも終わらせたいと思います。で、さっきのライブペインティングで描いた大きい絵なんですが、猫ひげ猫展の開催中の2月27日まで猫のひげさんに飾ってあるそうなので、興味のある方はぜひ見に行ってみてください。それ以降も猫のひげさん素敵なお店なんで、いろいろな作家さんの猫作品もいっぱいありますし、私の作品も随時取り扱っていただいているので、ぜひ行ってみてください。先日来ていただいた方々、どうもありがとうございました。また動画を最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。